すげえ楽しい。目移りしちゃう。ぐる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 。わ、ブルチャークあるし。世界で一番飲みやすいアルコール飲料買いました。すげえでけえ。今日の部屋です。だってあそこですよ。あそこですよじゃわかんないだ。メリーゴーランドなんかあったっけ？数年越しの滑り台。早い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 。ありがとうございます。はい。じゃあさよなら。そうだ、いいこと考えた。あの広場に行こう。あの美味しそうな肉食べて飲もう。それがいい。これまでの年と僕のスタイルも全然変わってきますね。ああ、八百屋さん終わっちゃった。ああっていうほどでもないけど、さっきまでやってた人参とか並んでたお店はもう終わりですね。で、僕の過ごし方が何を見に行こうとかそういう感じじゃなくて、思いつくままにやりたいことをやってるような、そういう過ごし方になってますね。あ、鍛冶屋さんまでいる。かっこいいんだけど、ジョン・コナーみたいな人がカチカチしてます。さて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 、何にしようかな。とりあえずね、飲み物はブルチャークがいいの。どうしようかな。うわ、ぶっといな、あれ。太鼓屋さんじゃなくて太鼓演奏の人まで出てきた。すげえ楽しい。目移りしちゃう。テルデルニーク、わー、ぐる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 ニコニコ動画だったらぐるぐるってみんなでコメントしたくなるよね。ハニーワインっていうのもなんだかめちゃめちゃ気になりますね。うぃー、決めきれないよ。わ、ブルチャークあるし。ご飯はいいからとりあえずブルチャーク飲んどきますか。どぶりでん、ブルチャークプロシーム。え、あ、これブルチャーク、ブルチャーク、ブルチャーク。ほう、じゃあこっち、ブルチャークンプレパークではチェック。お店の脇にも大きくブルチャークって書いてありますね。というわけで、チェコプレスツアーで残っていたクエスト、ブルチャークを飲む、これで達成できます。いただきます。やばいよ、超うまいよ。ジュースだよ。でもアルコール入ってた後で酔っ払っちゃうんだよね。世界で一番飲みやすいアルコール飲料ってこれなんじゃないかな。飲みやすいっていうこと以外にも、甘いから素直に美味しいと思うし、いやー、すっかりファンになっちゃいましたね。この時期しか飲めないっていうのはなんかもったいない、悔しい、そんな気分にもなります。毎日飲みたいな。さてさて、食べ物も、おー、これか、これは、これはぜひ食べたいビジュアルだ。はい、並んできます。買いました。すげーでけえ。すごい美味しそうです。いただきます。超うまい。中何入ってんだろう。パプリカって言ってた気もするんですけど、ともかく何かが入ってます。そして太いです。長いです。食べ応えあります。じゅわっとしてます。で、こってりめの味でしたね。いろんな意味で普段日本で食べることのないソーセージなので、とても珍しく、そして美味しく感じます。とても良いです。ごちそうさまでした。さて、僕は三脚この前なくしちゃって新しいの欲しいんですけど、ビートさんにいいお店教わったので行ってきます。ここから400メートルぐらいです。あ、あった、フォトシュコダ、ここですね。すごいな、写真も売ってるんだ。結構悩んだんですけど、ほどほどいいやつ買いました。よかったよかった。さてさて、なーに、ここ道を歩きながらナレーションしようと思ってたんですけど、初めての場所が発見してしまった。アイスクリーム屋さん。チェコ人はアイスクリーム大好きだそうです。とこっちはお菓子屋さんだし、ファッションのお店もありますけど、全体的に可愛らしい空間ですね。あっちはどこにつながってんのかな。その地形的なところが実は一番気になって入ってしまったのです。こっち
庭園は、こんなとこあったんですね。いやー、こんな中心部のこんないい場所知らなかったんですから、謙虚な気持ちでいろいろ学ばなくてはいけません。こちらは、あ、かわいい子供向けの遊具が集まってる場所です。今僕は観光客として来ちゃってるわけですけど、基本的にはほぼ 100% ローカルな場所なんだと思います。こういうとこ発見できて嬉しい。公衆トイレももしかしたらプラハで初めて見たかもしれない。今値段だけ見てきたんですけど、15チェココルナでした。そうだ、トイレ行きたいなってことを思い出したので、そろそろ宿に行ってチェックイン手続きしようと思います。16時4分宿に戻ってきました。なんか全然疲れてなくて24時間動けそうなんですけど、まあ客観的に見るとそろそろ休憩しないといかんよねって気もするので、チェックインしてついでにちょっと休みます。この鉄格子の、格子とは言わんか、門と木の階段と、すごい雰囲気のあるいい宿です。ドブリデン。というわけで今日の部屋です。広い。週末料金でホテル全体的に高いっていうことと、あと旧市街広場のすぐ近く泊まりたいなと思って、今日は2日ぶりにドミトリにしてみたんですけど、いやーいいわ。だってあそこですよ、あそこですよじゃ分かんないだ、あそこ越えるともう旧市街の天文時計あるとこですからね。すげえ近い、気軽に行ける、超嬉しい。音楽が聞こえるけど、なんだろう、単なるパレードではなくて何かの主張が込められているようにも見えます。とりあえず部屋で休憩というかブログ執筆します。体は休憩させましょう。18時18分ベッドから起きて活動開始なんですが、寝室の隣のリビングルームも妙に広いです。なぜかドライヤーがそこにあります。18時21分夕方のプラハ散策に出てかけてきます疲れ取れないわ、2時間転がったぐらいじゃ足がパンパンですわ。それで僕はどこに向かうかというと、おもちゃ屋さんです。この前見つけられなかったところ、昼間ブルチャークとかソーセージ食べた広場です。ここまでも徒歩3分ぐらいかな。だからすごいいい場所に宿があります。ここは旧市街と新市街の境目ぐらいなんですけど、いや旧市街に入るのかな。両側どっちとも建物かっこいいですし、今まで気がつかなかったけど、ここはショッピングセンターですね。フードコートも入ってんの？え？ちょっと見ていこう。フードコートどんな感じなんだろう。お寿司屋さん、中華料理屋さんっぽいですね、があって、僕が思い描いてるフードコートとはちょっと違いました。出てきまして、間違いない、はいはい、おもちゃいっぱいあります。確かイギリス系のお店だったと思います。あ、でっかいクルテクいる、欲しい。滑り台ありました。あれはチェコのゴーレムですね。店内にメリーゴーランドなんかあったっけ、こんなにすごかったっけ。ハリーポッターとかレゴとか普通の国際的なおもちゃがたくさんありますね。クルテクの棚ありました。お値段は790だから4800円ぐらいしますね。あれ、思ってたより高い。円安の効果、こんなところに出てしまってるとは。あ、ネックピローとかカバンとかもある。こっちのクルテクも750とか、下のは900もする。大人買いしていこうと思ったけどちょっと予定外でした。せっかくだからこの大きいのが欲しいんですけど、1700か。でもいいですね。まあ、しばらく悩みます。まだプラハ数日いますから。クルテクと関係ないんですけど、可愛いぬいぐるみたくさんいます。ギリギリ違う。
ギリギリバグではなかった、セーフ。僕は VR プレイルームっていうのがありました。なんかね、歩いたりできるらしいです。値段は540だから3000円ぐらい、悪くない。ただ英語かチェコ語なんですよね、説明きっと。とりあえず保留して2階に上がってみました。ここはアトラクションみたいなこと書いてあったんですけど、ゲームセンターですね。レゴで結構リアルに作ってますね。ここはラジコン的に遊べるとことか、ショベルカーでボールをすくって、すくってどうするのかはわからないけど運転体験ができるみたいです。滑り台のところに来ました。僕もやっていいんでしょうか。係員さんとかいるわけじゃないんですね。数年越しの滑り台、下の人が降りてから行こう。早い頭打った。面白かった。滑って気分が高揚した勢いで買っちゃおうかなと思ってんですけど、今スーツケースもいっぱいでね、このカバンしかないんですけど、カバンよりクルテクの方が大きいからな。もししまっても顔が出たままになりますからね。不審者ですね、それだと。結局買い物しなかったんですけど、とっても楽しく過ごして外に出てきました。18時51分なんですけど、だいぶ暗いですね。いいこと思いつきました。ナーズドラビー来ました。スビーチコバです。この前のチェコプレスツアーの時はお料理教室で作って食べたやつです。